皆さんこんにちは。今回は変形動物の紹介として、童貞が簡単で、見つけるのも難しくないヒラムシの一種、オオツノヒラムシを紹介します。飼育するならその生物をよく知るべし、オオツノヒラムシは多気長毛多気長目ツノヒラムシ科に属するヒラムシで、大きいものは7センチ8センチほどにまでなります。分布域の詳細はわかりませんが、おそらくは北海道南部から九州あたりまで、世界的には韓国にも分布しているようです。ヒラムシの中でも特に浅場に住んでいる種で、長江帯中部の歴地に生息し、日中は岩の下の隠れ潜んでいます。大潮でなくとも毎日の干潮時に干出するような環境で、当初でウスヒラムシやツノヒラムシも見られますが、この種の最大の特徴はやたら触角が多いという点です。触角の数が4本以上で、多い個体では15本くらいあるものもあり、一見、奇形やミュータントじゃないかと疑うほどに特徴的な姿なので、童貞は極めて簡単です。名前はこの特徴を表したもので、漢字で書くとオオツノヒラムシ。多い角のヒラムシなのであり、大きい角のヒラムシでも、大きい角ヒラムシでもありません。ただ、体格がかなり大きくなる種ではあり、角ヒラムシはせいぜい5センチなのに対して大角ヒラムシは8センチくらいにまでなります。何を食べているのかの厳密なところはわかりませんが、野生個体でも半消化状態の肉片を抱えていたり、ヒザラガイの殻を抱えていたりしており、獰猛な捕食性の動物であることは間違いないです。死肉も食べるので飼いやすいです。まとめると上記の通りです。大きな種なのでかなり見応えがあります。軟体動物や関係動物は捕食される恐れがあります。この条件でオオツノヒラムシのために用意した設備はこちら。90センチメートル水槽で数匹のオオツノヒラムシと、他に何種かのヒラムシやヤドカリを飼育しています。体はペラッペラで、厚みが1ミリもないくらいですが、滑るように移動し、必要とあらばひらめかせて泳ぐこともできます。餌を与えるときはヒラムシの移動中か、円がフリルのようにうねっているときを狙います。休憩中か緊張しているのか、口を閉じてぴったり張り付いている時には与えようとしても興味をなかなか示しません。ピンセットやトングで餌を与えますが、餌を感じた時の反応はかなり素早く、さらに強い吸着力で餌を包み込もうとするので、ピンセットまで吸い付かれないように気をつけてください。ピンセットに気づかれてしまうと、ヒラムシが怪しいとか危ないと感じて餌を離し、その後しばらくは餌を食べようとしなくなります。意外と小食で、口と同じ程度の餌を3日1回程度与える程度で問題ありません。餌が大きすぎて食べるのを放棄しても困ります。口は腹面の中央よりやや後ろにあり、ここで食べ物を飲み込むので、餌を食べている時は背中から見てここが膨らみます。これは腹側から見たところですが、中央にある放射状の白い部分は咽頭です。本当の腸はこれではなく、周囲にある網目網膜状の模様が腸です。咽頭の先端から細かい道になって全身にわたって分岐しています。咽頭の横にあるピンクと白の部分は生殖巣です。オオツノヒラムシは猛毒であるテトロドトキシンを人が死ぬのに十分な量を持っている動物で、体から出ている粘液に含まれているだけでなく咽頭や生殖巣にはより高濃度で保持しており、産みつけた卵も強い毒を持ちます。これはクサフグが、毒を自分に溜め込む目的でオオツノヒラムシやその卵をわざわざ積極的に食べるほどのものです。オオツノヒラムシに触ることや、その卵に触ったら必ず手を洗うべきですし、飼育水に関しても取り扱いには注意しましょう。当然混泳させる生物にも注意を要します。オオツノヒラムシが小動物を食べる恐れだけでなく、オオツノヒラムシや卵を食べた動物が毒で死んだり、フグがヒラムシを好んで食べちゃったりもします。向こうから襲ってくるようなことはないとはいえ、普通に人を殺す能力のある動物ということは覚えていくべきです。ヒラムシは厚みが全くなくて粘着質なため、採取するのが案外難しい動物です。ヒッハガソウにも爪を引っ掛ける場所がありません。ついている岩を持ち上げて海水に浸し、ヒラムシ自身が剥がれて泳ぎ出そうとするのを待つのが一番確実な方法ですね。オオツノヒラムシは体が大きいので重力に負けて落っこちることもあります。採取が簡単なヒラムシと言えるでしょう。というわけでオオツノヒラムシの紹介でした。まとめると、大型で見応えあるヒラムシ。童貞が簡単。捕食性の動物で、特に貝類との混泳は危険。とても強い猛毒を持っており、取り扱い注意、といったところです。ヒラムシは総じて飼育は難しい動物で、ちょっと環境が合わないだけで体が崩壊してボロボロに溶けてしまいます。それは磯に住むオオツノヒラムシも同じで、塩分濃度や温度変化には強くとも、水質には意外と敏感なので注意です。導入する際にも水合わせはしっかり時間をかけていった方がいいでしょう。残りの時間はギャラリーとなります。